アッピウス・クラウディウス・カエクスは、共和制ローマ期の政治家、軍人。クラウディウス氏族のパトリキ系出身。二つ目の、カエクスは、盲目の意である。紀元前349年の執政官、アッピウス・クラウディウス・クラスス・スインレキ・レンシスの孫で、ある。クラウディウス氏族は、初代アッピウス、クラウディウス・サビヌス・インレキ・レンシスがローマに移住して、以来、代々弁絶に優れ。 プレブスの敵として描かれており、彼にもその側面が見て取れる。ローマ共和制偉人伝によると、アッピウス・クラウディウス・カウデクスはカエクスの弟であるという。また、スエトニウスは、ティベリウス伝の中で、ティベリウスの先祖は、父方、母方ともに、カエクスの子であり、その名前を、ティベリウス・ネロと、アッピウス・プルケルであるとしているが、その内容には、矛盾があり、全幅の信頼は置けない。 アッピア海道アッピア水道アッピウスは第二次サムニウム戦争中の紀元前312年ガイウスプラウティウス・ウェノックスと共にケンソルに就任した。彼は仮想階級の支持を得るためにいくつかの政策を打ち出した。まず解放奴隷の息子をローマ市民とし彼らが元老院に入れるようにした。さらに 土地を所有しない、無残市民を取り不ス民会にはリフリ投票権を与えた。これらの政策は仮想階級の不満を抑制し、戦争遂行のために必要な税金や労益を彼らに負担させることが可能になった。しかしながら、これらの改革はアッピウスがプレブスと戦う上で支持者を増やすためとの考察もある。スエトニュースのティベリウス伝では、 ドルススがクラウディウス氏族でイタリアを支配しようと格策したとの記述があるが、これは紀元前450年と紀元前249年の出来事の間に置かれており、ドルススではなくカエクスの検出を指すものと考えられている。ティオドロスはアッピウスが全市民に望み通りのトリブスとケントリアにおけるクラシスへの登録を許可したとしているが、 これに対する一般市民やパトリキの反感が相当のものであったことはディオドロスだけでなくリヴィウスも記している。リヴィウスが広場の徒党と呼ぶこれらの無産市民は紀元前304年にケンソルを務めたファビウス・マクシムスによってローマ市内の4つの都市トリブスに押し込められることになり人々に非常に感謝されたファビウスはマクシムスの損傷を贈られたという。おそらくアッピウスは ローマ市内だけでなく農村部に居住し、資産を蓄えつつあった解放奴隷を取り込むことで彼らの支持を集め、トリブス民会での影響力を増したが、彼らがケントリア民会や軍務の上で重要な地位を占めることはなかったと考えられている。さらにアッピウスの業績としては、ローマ帝国におけるすべての街道の模範であり、街道の女王と称されたアッピア街道の布設が挙げられる。 加えて彼は、ローマ発の上水道である、アッピア水道をも建設しており、インフラの父と呼ばれる、ローマ人の中でも特筆されるべき偉大な人物と言える。ティトゥス・リウィウスによると、元老院議員の選出方法で恨まれたため、同僚が辞職した後、一人で建設を成し遂げたという。しかし、ユピテル神殿での儀式に欠かせない笛吹きたちの権利を制限したため、彼らの怒りを買って、 ストライキに発展した事件も起こっている。辞任拒否権ソルの任期は、紀元前434年の独裁官、アエミリウス・マメルキヌスの定めたアエミリウス法によって、従来の5年間から1年半に短縮され、長い間それが守られてきた。しかしアッピウスは、任期が杉同僚のプラウティウスが辞任しても、自らは辞任しようとせず、アエミリウス法は、 その当時のケンソルに対しての未効力を持つものであり、その後のケンソルや自分には無効であると気弁を漏し、五民間、プブリウス・センプロニュースと対立した。センプロニュースは過去の様々な事例を引いて説得しようとしたが、無理とわかると、アッピウスの逮捕を命じた。しかし十人の五民間のうち三人がそれに反対したため、 人々の反感の中、アッピウスはケンソルを務め続けたという。さらに彼は、ケンソル職にありながら、失勢官選挙にも立候補したため、古民間のルキウス・フリウスによって妨害されており、紀元前308年に、ファビウス・マクシムスのインペリウム延長を、元老院が決定した際には、延長に反対している。ケンソル辞任後の紀元前307年には、執政官に当選する。 同僚は、ウォルムニウス・ウィオレンスで、彼とプロコンスルのファビウス・マクシムスが外敵に当たる間、アッピウスは内政に専念したという。紀元前300年、古民間であったクイントスとグナエウスのオグルニウス、兄弟によって、今までパトリキによって独占されていた新官とアウグルを増員し、プレブスをねじ込む法案が提案された。アッピウスはこれに反対し、 支持派のデキウスムストロンになった。デキウスはプレブス出身であり、同盟の父は第二次ラティウム戦争においてローマの勝利のため我が身を生贄とした英雄である。彼は独裁官、騎兵長官、プラエトル、ケンソル、シビューラノ省管理委員といった要職がプレブスに解放されてきた事実を並べて支持を訴え、一度は古民間の拒否権によって 投票を妨害されたものの、オグルニュース法は成立した。紀元前297年の末、サムニウム相手に勝利したその年の失勢官、ファビウス・マクシムスが続けて、翌年の失勢官に当選した。選挙に立候補していたアッピウスは、二人の失勢官の打ち方法をプレブスとするリキニウス・セクスティウス法を無視して、自分も当選させるよう運動し、ファビウスに圧力をかけた。 しかしファビウスは、自ら身を引くことで法を守り、翌紀元前296年の執政官は、アッピウスと前回の同僚ウォルムニウス・ビオレンスが、務めることとなった。前年の執政官、ファビウス・マクシムスとデキウスムスは、さらに、半年間プロコンスルとして、サムニウム戦争を継続することとなり、ウォルムニウスもそれに加わった。 しかしサムニウム人指揮官の先導によって、エトルリアに反ローマ人 A が集結しつつあり、アッピウスがこれに対処することとなった。ウォルムニウスは、アッピウスの援軍に要請によって、サムニウム戦線からエトルリアへ駆けつけたが、当のアッピウスはそれを否定し同僚を追い返そうとした。これに慌てた将校たちが両者を取りなし、また兵たちも、ウォルムニウスを引き止めたため、共同して敵を倒した。 リウウスによると、アッピウスはこの戦いの最中、戦の女神ベローナに、神殿の宝剣を制約して、最前列で兵たちを独占し、ローマ軍は7800人を倒し、捕虜も2120人に達したという。この年、サムニウム人によって荒らされた地域の防衛強化のため、ミントルナイト、シヌエッサへの入植が決定されたが、希望者が少なく、また、 エトルリア戦線のアッピウスから危機を知らせる報告が続々と届いたためうやむやとなり翌年の政務官を決める選挙ではアッピウスはローマ不在のままプラエトルに選出されたプラエトルとして引き続きエトルリア戦線を担当したアッピウスは二重のセクト堀によって堅固な陣営を築いていたエトルリア担当となった失政官ファビウス・マクシムスが到着すると 兵たちがさらに木材を調達しようとしていた。ファビウスはそれを咎め、柵を引き抜くように命令したところ、兵やアッピウスは恐怖に駆られたという。アッピウスはすぐにローマに召喚された。人営を引き払い機動力を高めたファビウスの軍は同僚失政官デキウスムスと共にセンティヌムの戦いに挑んだ。センティヌムでは苦戦したものの、 父と同じく自らを生贄に捧げたデキウスムスによってローマ軍は勝利した。しかしサムニュム人はカンパニア北部を荒らしたためデキウスの残存部隊を率いたアッピウスと当時プロコンスルだった以前の同僚オルムニウスがこれに対処した。今度は共同でことに当たった二人は激しい戦闘の末勝利し敵側の損害は1万六千、捕虜2700人を得たのに対し ローマ側の損害は2700という勝利を飾った。しかし、この年は、薬病が流行り、アッピュースの兵士が何人も稲妻に撃たれるなど不吉な予兆が続いたため、シビューラの書が紐解かれたという、アッピュースの経歴が刻まれた碑文によると、歴任した感触は、ケンソル1回、執政官2回、独裁官1回、インテルレクス3回、プラエトル2回、アエディリス2回、 クアエストル1回、トリブヌスミリトム3回と、堂々たる経歴である。このように個国に多大な貢献を果たしたアピウスではあるが、反面、失勢感を選出するインテルレクスとしては、プレブスを失勢感触につけることにも反対していたという。晩年には、カエクスという2つ名が付けられたが、これには、長年のロークからという説と、ヘラクレスの祭祀を買収して、 悲ギを明らかにしようとしたため、呪いを受けたからという説がある。リウィウスによると、ケンソルを務めていた時、ヘラクレスの神官を代々務めていたポティテウス氏族から国家の奴隷に妻子を引き継がせたところ、神の怒りか、ポティテウス氏族は絶滅し、アッピウスも盲目となったという。ディオドロスはもっと辛辣で、アッピウスは自身の野心のために、 国家歳入を継ぎ込んでインフラ整備を行い、さらには解放奴隷を入れることで元老院を汚したため、元老院の恨みをかわすために失明したふりをして自宅に引きこもったとしている。紀元前280年より始まったエペーロス・オーピロスとの戦争では、ヘラクレアの戦いやアスクルムの戦いなどで負けはしたものの、ピロスにも犠牲を敷いていた。ローマは、ピロスと 捕虜交換交渉を行ったが、ピロスもローマ兵が皆逃げずに戦う姿を見て、和平交渉のため副官、シネアスを使者として派遣した。元老院で和平について議論されたが、眼病のためしばらく休んでいたカエクスが登院し、諦めないよう演説したという。この後もローマは粘り強く戦い続け、最終的にベネウェントムの戦いで、 ピロスと引き分けに持ち込み、イタリア半島から撤退させた。くしくもこのベネウェントムの戦いを指揮したのは、アッピウスがその失勢監就任に強行に、反対していたプレブス出身のクリウス・デンタトゥスであった。この失石のエピソードは、その後、講和は勝利した場合に行い、敗北した場合は結ばないというローマの伝統のもとになったというが、信憑性は低いという指摘もある。 ありがとうございます。